はい、どうも、こんにちは、ルネです。本日は、マリオカートの方やっていきます。よろしくお願いします。交差パックンスライダー、僕の庭ですね。前回の動画ももしかしたらパックンスライダー入ってるかもですね。まあ、飛び越すだし、いいですよね。ということでね、僕の庭がどんだけ荒らされてないか、本日もね、本日とってチェックしていきたいと思います。ワルハナ弱体化したらしいけど、どうなんですかね。そこら辺ちょっと僕、ちょっとあんま情報掴めてないんですけど。まあ、変わらず、ワルハナ好きなんでね、ワルハナ使っていこうと思います。まあ、ミニターボしか出なかったんですけど、しっかり総力で1位出ることができました。まあ、これ、裏木の耐性なんで、このまま逃げ切って、裏のキノコでね、トゲのケアして1位爆走してっていうプランでいきたいところではあります。さあ、このコース早いと思うんで、自分が頑張っていきたい所存ではあれば、ここでアパコが来てしまう。裏防御だったら保持だけど、裏防御じゃなかったらちょっと考えましょうかねっていったところですね。さあ、これどうする。まあ、これ勇気の保持で、次ショートカレ使ってってところでいきますか。赤来たら執念で消しましょう。まあ、今の俺でも赤コーラが消せることを信じてやっていきましょうかね。さあさあさあ、ちょっと走りやっぱ汚いね。やっぱり定期的にマリオカートっていうゲームやった方がいいです。さあ、これトゲがこの時点で来てたら使わないけど、まあ、来てないんでショートカしていきましょうかね。さあ、これでファイナルラップ突入。いい感じで1位で走れてるぞ。このまま1位を取れるかといったところではあるが、トゲゾコラ来てしまうと。これは困ったな、小松菜な。浅田将暉結婚おめでとうということで。まあ、これはちょっとクリボーちゃんとキスして、キスしただけ。本当に美味しくない。まずかった。ゲロまずキスした。ドブの味がした。パックンスライドの下水の味しましたよね、あのキスは。ちょっとタバコのフレーバーの匂いがしたとかいう宇多田ヒカルよりも、すごいいろんな意味でエモーショナルなキスをしてしまいました。まあ、これは何もなければ1位いけますね。2位沈んでますね。これ1位ですね。はい、やはりこのコースなんですよ。異論は認めません。このコースです。パックンスライダーは神子です。うちのアルネリスナーの、やつらで、パックンスライダーのアンチのやつはいるけど、マジで神子だからね、君たち。俺のリスナー名乗るんだったら、マジでこのコース得意にならないとだ。2レース目、シャーベットランドということで、シャーベットランドを略してシャベランということで、喋らずに真剣なレースをお届けできればなと思います。よろしくお願いします。
サに負けたー。はい、ということでラストレースにしたいピーチサーキットです。やっぱ長いものには巻かれるなということでね、私は逆張りをしてロゼッタネコクラシカルを使ってます。決して誰かが使っていたからといって使っているわけでございませんので、皆さんそこら辺の方は把握していただければと思います。ということで、まあとりあえず本当にこのカスタムが強いのかちょっと検証していこうか。割とでも前マジでデブ。ごめんな。本当に。グラッてばっかりで応援したけど。ごめん、本当に。俺は悪くない。展開アイテムが出たことがある。いや、もう絶対飛んでくると思った。もう、俺にマリオカートをやらせろ。本当に。全くマリオカートができない。前を張れない。前に出させてくれ。頼むかな。なんだ、そのアイテムは。トゲゾーコーラとかいうアイテムを俺によこすな。なあ。これどうすんだろう、どうすればいいんだろう。怖い。避けてるからね。そう。8割になっちゃった。ごめんね。一番嫌なアイテム来たー、これ。新記録別に弱くはないんだけど、サンダー降るからな、この盤面な。降ってほしくないんだよな、全然。フラグ回収とかそういうのを抜きにして、本当にやめてほしいんだけど、やめてね、本当にね。今とかでも結構無理よ。本当無理だからね、やめてよ。緑当たるとかもね、ゴンゴ道断コントローラーだからね、本当に。ダメだからね。まあこれ3の1スター鉄板って言われてたんで、3の1スターいきますか。ミスった。ミスっても大丈夫かな、これ。大丈夫じゃないかもしれないですね、これ。スナイパー当たるかもあっちゃう。アイテム取れなかった。結構痛いな。3で来てるけど、後ろ来ないつだね。これ3かなー、いけても。惜しいね。まあ、緑なんか当たんないんで、ダブル赤。なるほど。無理かー。さあ、これでどうだ。チン！ありがとうございます。いいチコです。まあ、なんとかなりましたね。3-1 スターやっぱ鉄板ですね。あんだけミスっても、やっぱ、ピーチサーキットは 3-1 で運搬したスター履けば、だいたい勝てるかな。ということで、まあ、なんとかなりました。はい。ピーチサーキットは皆さん 3-1 スター使いましょう。ということで、本日の動画はこれぐらいにしたいと思います。またちょくちょくね、頑張っていくので、よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。